ました。バレました。普通にバレました。幸先不安ですねこれは。教えてもらっていいですか？教えてもらっていいですか？いいですか？非常に申し訳ないんですけど、はい、気づいてました？はい、ほんまに申し訳ないです、はい、ありがとうございます。でも乗ってくれたんですか？そこなんか普通に買ってくれそうやな。なるほどなるほど。ほんまに、はい、ありがとうございました。でもよかったです。大体気づいてます。ありがとうございます。本当になんかごめんなさい、はい、不快に思われたらごめんなさい、はい、ちょっとおまけで僕が女装男子なんですけど、綾波も女装男子っていう風に言ったらどういう反応するかっていうのね、ちょっとプチドッキリやってみます。200円でご飯買いますよ。一人だった。どうですか？いかい。どうですか？美味しそう。味も4種類あります。そうですね。200円でこれ2枚食べあっちゃう。このちゃんと待ち直すよ。100円で、200円で5本買います。まあ、柚子胡椒っすね。はい、あ、ちなみにそのもし5本だとしたら1本、1本、1本、1本みたいに選べるんで、どうすか？男装について、あ、女装についてちょっと触れてほしかったんですけど。あー、いや、触れるべきかどうかすごい今迷ってました。ちょっとやってくださいよ、そこは。あ、ちょっと、テイクスでいきましょう。やってるようですか？まあ、柚子胡椒がいいんちゃうかな。あー、おい。ちょっとハードル高すぎる。申し訳ないです。ということで、ちなみに、はい、その子も、はい、あ、まさかの女装。これはクオリティが高い。お前男装なんですよ。あ、で、え、本当ですか？
これ男子なの？ちょっと男装じゃない、女装やね。ああ、すごいですね。見えないですよ。見えないですね。もうなんかもう髪の毛が頭から生えてる感じもすごいリアルで、もう素晴らしいです。俺とかね、だってここにとかやったりするいや、そこそこ見ちゃいけないところですか。子供にちょっと夢を。この服ちょっとダメやな。